すごいなぁ。これは目も違う。私の命ももう長くないようだ。私の死は病死として扱われ、研究所の権限は AA 国際連盟にあくまで穏便に奪われるだろう。だがこのままで済むものか。この式は百数年後ゼロと一の中で目覚める。そういうコードを組んでおいた。長い時を経て AI 国際連盟が完全に油断し、誰かがその存在に異議を唱え始める頃、この式はその者たちの武器となってくれるだろう。どういうこと？所長お願いです。もう連盟に逆らうのはやめてください。連盟はとても恐ろしい連中なんです。所長のお気持ちは痛いほどわかります。私だって腹渡が煮えくり返るようです。今までの努力を全て横取りされるのは。でももう遅すぎました。私たちはハノイを手放すしかありません。だってそうしないとこれ以上は書けません。このメールだって奴らが見ているかもしれない。お願いです、所長、ハノイを手放してください。この塔、ここで終わりなんだ。上の階層から誘拐されていったって下の子たちも言っていたもんな。ハノイの歴史については僕だって一通り習ってきたけれど、ここで見たのはそれとは全然違う。ハンソン家はハノイの普及のため AI 国際連盟に権限を渡したってそう聞いていたのに。でも僕にはこの文章こそ真実のように思える。これはきっと誰かの告発なんだ。そんな組織に権限を握られていて、ハノイたちが幸せになれるわけないよ。僕に何ができるだろう。でもヘンリー君だってさ、そういう風にやってきたじゃんね。ヘンリー君のもとにハノイの権限があったからといって、今のハノイたちが今より苦しんでなかったかというと、そういうことないと思うけど、そういう風に思っちゃうけどな。母さんごめんなさい。ハノイは奴らのものになってしまった。全て私が愚かだったせいだ。あいつらは私と母さんの努力の結晶を何の努力もなしにやすやすと奪っていった。ハノイとは私と母さんとの思い出、親子の絆そのものだったというのに。何もなせず奪われるだけだった私を、どうか許してください。あなたの息子は、あなたのように聡明にはなれませんでした。気がつけば私の周りには、AI 国際連盟の息がかかったものばかりになっていた。私が病に倒れている間に、かつて私と心出した友人たちは皆、奴らに懐柔されていたのだ。その中には、私が唯一心を許し、右腕と認めた男もいた。彼はしきりにハノイの全ての権利を AI 国際連盟に譲るよう私に進言してくる。ハノイの普及のためにはその方が。くだらない。奴の懐にはさぞかし巨額の小切手が入っているのだろう。他人など初めから信用するのではなかった。私の命ももう長くないようだ。あ、これ読んだかい。エレベーターないな。この塔上の方、シュエナが食べるしちゃったんだ。探してみよう。第三の塔、誤解母性ネミ属性、私たちは全て、私たちは完璧なハノイ、役目をくれる人間を待っていました。手に入れた。ついにこれでみんな分揃ったか。もしかして、あ、実は持ってたか。そうですか。じゃあ帰ろうか。これで終わりなんだね。ついに中枢に行く時が来たのか。うわ、なんかいろいろ置いてある。カニってかっこいいよな。食べると美味しいし最高だよね。お腹空いてきた。近所の餌やり当番表？これもハノイのみんながやってくれてるんだ。仕事増やして悪かったかな。
不思議な像だな。僕は知らないけど、なんかのゲームのキャラクターなのかな。当然だけど現実の方の時間とかなりズレがあるな。時差ボケしちゃいそうだ。なんかいきなり買ったからすごいことになってる。体重計？あ、体重計だ。うん、見なかったことにしよう。へぇー。すごいねー。なにこれ？これは、これルンバ？もうちゃんと掃除してくれてる。最近のお掃除の方は。性能いいな。ありがとね。よしよし。へぇー。アロマポットってこう使うんだ。現実は持ってないけど、加湿機能までついてるなら買ってもいいなー。ああ、雨の日は退屈だなー。鼻息を設立のための準備も終わったし、あとはこのテストプレイを早く済まして現実に帰るだけだね。でもこのバーチャルやっぱり楽しいんだよな。現実に戻ったら雷とか出せなくなっちゃうし、それにここにいるみんなともあんまり会えなくなっちゃうしさ、多分みんな国籍とかバラバラだもんね。そうだよね、喋ってる感じそんな感じなんだよな。テレビがあると一気に憩いの場っぽくなるな。僕の好きなドラマの最新話配信されてるかな。じゃ、ちょっと準備して、行くか。コーネリアさんと。準備って言っても別に特にやることないっぴだけど、まあ買い物ぐらいか。買い物、買い物。みんな、こんにちは。みんなのためのテレビはふんむふんは河内だよ。当分ハノイね、ついに、まあ多分、最終マップになるのかな？中枢に行ってみたいと思います。いや、コーラルブラウン、私に何か言いたそうな顔だな。第三の塔に行ったのだろう？あ、塔だったね、私のフルスは。第三の塔の話聞けるんだ。かなり誘拐が進んでいるようでした。上の階から水みたいに溶けたオブジェが滝のように流れてきていて。それと、ハンソン家と AI 国際連盟のことについて資料を読みました。そして、あのハノイと戦って。そうか、あの子に会ったか。ならばヘンリーの鍋まではまだ誘拐されていないのだね。ヘンリーの死は病死と扱われた。AI 国際連盟にとっては違和感なく人一人消すなど耐えやすいことだ。え、そうなの？だが連盟がそんな事実を認めるものか。このタワーというバーチャルも当然 AI 国際連盟が後ろ盾にある。じゃあ、あの一連の資料は、連盟の後ろ盾があるバーチャルになぜあんな連盟を告発するような資料が？君はもう気づいていそうだね。そうだ。あの資料は私が内密に用意したものだ。百数年も前、ヘンリーが仕込んだ暴露コードは、私の中で目覚めたのさ。彼の母を思しただけの、私の中でな。私はそれを、ただの偶然とは思えなかった。だからこそ私は、ヘンリーという男の意志に乗っ取り、資料を訂正した。連盟にも、本社にも気づかれぬよう、彼女の誘拐にも巻き込まれぬよう、自らの要領を削ってね。やっぱりあなたでしたか。でもどうしてそんなことをわざわざ僕に教えてくれたんですか？君には真実を知ってほしかったのだよ。人の心も、数字たちの心さえ理解しようとする君に。君ならば、かつてハンソン一家が歪めてしまったゼロと一と人間の関係を正すことができるかもしれない。そうだね。そもそも、ハノイに、その感情を、ね、作った時点で歪み始めたことだもんね、きっと。おそらくシューニャも、君たちの関係の中に光を見たのだろう。絶望にも似た、期待を覚えたのだろう。だからこそ彼女は、君たちを待っている。人間に対する最後の期待を込めて、たった一人きりでね。僕たちは、彼女の期待に応えます。彼女にたくさんのことを証明しながら、必ずタワーから脱出します。その息だ、コーラルブラウン。彼女に示す覚悟ができたら、また私のところに来なさい。はぁ、いや、ついにラストって感じするなぁ。なんか、
もう 40% ぐらい上げてるんだけど、このゲーム。本当にここまであっという間だったなって思うんだよね。君とハノイたちの決断には驚かされるばかりだ。人間と数字たちがこれほどまでに平等でいられるとはね。さあ、覚悟ができました。行こうね。そうか、いよいよか。ならば私が今から言うことをよく聞いてくれ、コーラルブラウン。シューネは中枢にいる。そこはタワーを構築するシステムそのもの。非常に危険な場所だ。君が私たちをそこに送る。おそらく一度中枢に入ればここには戻ってこられまい。え？さらに言えば、私が中枢に送れるのはたった二人だけだ。君と君が最も信頼する一人のハノイ。君たち二人の行動で他のハノイの運命も変わる。重大な役目だよ。それでも覚悟はいいかい？はい。覚悟はできています。執念は確かに強くなった。けど僕たちだって前の僕たちではない。どうか僕たちは中枢へ。ハノイたちとここから出るために、必ず僕が執念を止めてみせます。あれ、これクレヨンちゃんと行く気だったけど、大丈夫かな？ふむ、いいだろう。今の君ならハノイとの絆も十分だ。だが先にも言った通り、中枢はとても危険な場所。共に行くハノイは慎重に選ぶべきだ。そうか。一緒に中枢まで行ける花は一人だけでしたね。みんな協力してくれるかな？君と花が心から信頼し合っていれば、話はすぐにまとまるだろう。そこは一晩よく話し合うといい。え？さて、それでは。私は明日の準備に取り掛かるとしよう。期待しているよ、コーラルブラウン。君は光だ。君がそう望んでくれる限りね。え、こっから一人一人と話できたりするのかな？わ、そうっぽいな。あ、どうしよう。なんだか頼みづらくてまこまこしてたらこんな時間になっちゃったよ。通数に連れて行けるのは一人だけ。相手は慎重に選ばないと。みんなの未来が僕らにかかっているんだ。この時間はみんな自室にいるよね。覚悟を決めて、今から頼みに行こう。おーい。じゃあ、記録、1に入れるか。え、これ、1回しか話せないかな？試しに、話をしてみたいんだけど、みんなと。あー、1人だけだ。わー、1人だけなんだ。そっかー。うわー、正直ねー、どうだろう。クレヨンちゃんなんだけど、気持ち的には一番最初に浮かんだのはクレヨンちゃんだったからさ。でも背負わせていいのかなーっていう気持ちもあるだよね。クレヨンちゃんってさ、もうみんな優しいんだよ。ハノイちゃんたちはみんな優しいしさ、コーラルくんのこと好きだしさ、みんないろんなもの抱えて悩んでいたけどさ、なんかクレヨンちゃんがやっぱり一番最初にさ出てきたさ、そのストレス値の一覧があったと思うんだけど、クレヨンちゃんって一番ストレス値確か高かったんだよね。で、いつも笑っててさ、あんなにいい子だけどさ、抱えて抱えて抱え込んでしまってさ、あのストレス値になってしまっていたわけだよね。で、きっとここでさ、コーラルくんがお願いしに行ったらさ、それは笑顔で受け入れてくれると思うんだけど、シューナちゃんを倒すことに対して、一番、傷つきそうなのがクレヨンちゃんなんだよなって思うんだよな。だから連れて行きたくない気持ちもある。ただここで彼女を選ばないことも彼女への裏切りになるんじゃないかって今まで多分だってさ、
コラルちゃん、コラルちゃんじゃないよ。コラルくんがさ、クレヨンちゃんをさ、まあ、ひいき目に連れて行ってたの、もさ、いや、だって、わかるじゃんか。だって、ね、監視タグも、ほぼクレヨンちゃんにつけてたわけだし。だから、最後、選ばなかったら、監察官、クレヨン、ああ、やっぱ連れて行くしかないかな。なんて言うかな。浮かんだのさ、クレヨン、なんかしたって言うかなって思ってしまったな。ここだっけ？違った。ここ？はぁ。はい、行こう。クレヨンちゃん。わー、監察官だ。こんばんは、こんばんは。もしかして、また絵本読むしてくれるの？一日2回もいいのかな？毎日絵本を読んでるんだね。はぁ、ごめんね、クレヨン。今は絵本を読みに来たわけじゃないんだ。実は、明日のことで君に頼みたいことがあってね。どうだろう？聞いてくれるかな？頼み事？それ、コーネリア言ってたことと関係あること？うん。あのね、クレヨン。君さえよければ、明日、僕と一緒に、中枢に行ってほしいんだ。中枢はとても危険な場所らしい。でももし、君がそばにいてくれたら、僕はいつもより頑張れる気がするんだ。というより、君のために頑張ろうって気持ちになれるから。それは僕も一緒だ。どうかな。うん。私、一緒、行く。そして、監察官、助けるしれ。クレヨンか、クレヨンも、監察官と同じ。監察官に笑うしてほしくて、きっともっと頑張れるから。監察官、ありがとうね。クレヨンの心、いっぱい動かずしてくれて、ありがとう。それはこっちも同じだよ。君のおかげで僕もたくさん心を動かされることがあった。よし、じゃあそろそろ寝ようか。明日もよろしくね、クレヨン。うい、クレヨンに任せる。みんな笑顔で帰るするため、いっぱい、たくさん、頑張るぞ。クレヨンちゃん。いや、そんなに頑張れなくていいんだ。君が隣にいてくれるだけで僕は本当に頑張れるんだよ。なあ、コーラルくん。そうだよね。よし、いよいよだね。今日こそ中枢に行って終了。それにしても僕らを中枢に送るって一体どうするつもりなんだろう。とにかくコーネリアさんと話してみよう。多分今日が最後だ。はぁ、あ。監察官おはよう。クレヨン先起きて待ってたの。褒めて、褒めて。今日、いっぱい戦うするから、ストレッチするしてから行こうね。監察官も一緒に。ストレッチか。確かに何をするにもウォーミングアップは大切だからね。遠慮はいらない。始めたまえ。え、見てるんですか？いやー、さすがにそれはちょっと恥ずかしいというか、なんというか。それで、中枢へ行くには一体どうすれば？あ、すでに準備は済んでいる。この本部の屋上に、中枢へと続く扉を繋げておいた。そのために私もだいぶ容量を削ったが、構うことはない。タワーが崩れれば、どうせ私も消える運命なのだから。コーネリアさん。さあ行きなさい。ハノイたちとここから出るために、執念を打ち砕くんだ。はい。クレヨンちゃん。監察官、もう引く？シューニャ、私たち待ってる。多分そんな気がするんだ。
クレヨンちゃん、クレヨンちゃん、あ、何もつけていない、びっくりした今。じゃあつけるか。どうしようかな。ちょっと装備をいただくか。あれ違くて、装備を回収したかったんだけど、まあいいか。じゃあ人間よけかな。そして恐竜のポンチョを着なさい。かわいいな、恐竜のポンチョ。ものすごく分厚くてありえないほど硬いらしい。ハノイのこれな、これを探してた。じゃあつけようか、ハノイのかけらを。そしていつもねつけてた特別監視タグだね。よし、料理とかできるんですかね。ちょ一回見てこようかな。ちら、あ、できないわさすがに。これみんなにお話できんのかな。みんないるかな。あ、え、いない。うわー、これ上でみんな待ってんのかな。うわー、そっぽい。一回セーブをしたいです。みんないる、いるわ。話聞いていこうか。